はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日は久しぶりにユージャムの新しいバーチャルベシストスラップという音源ができましたので、それをご紹介したいと思います。スラップというのは名前のごとくスラップベースを弾けるような、そういうソフトです。今トラックの一番目にドラムのループを入れてあります。ちょっと聞いていただきましょう。このようなループです。そして2つ目にベースを入れてあります。他のバーチャルベーシストのシリーズと基本的には同じ使い方ですけれども、一つだけ特徴的な使い方があります。このコモンフレーズというところにフィンガーというのとスラップというのがありまして、これを切り替えて使えるということです。ちょっと聞いてみましょう。音源とかを選ぶときはラッチというのを押します。そしてこの C3 からの2オクターブ半、ここをどこでもいいですから押しますとサンプルが聞けます。コモンフレーズというのはこのように一般的に使うだろうというようなフレーズを登録してくれてある領域のことを言います。ここでフィンガーとスラップを切り替えてみたいと思います。このように今までのシリーズと違ってこういう奏法があるということです。それを踏まえまして、今4小節のループがありますが、後半をスラップにしたいとかいうような時にはどうすればいいでしょうか。まずユージャムの一つの使い方の方法としまして、ここにコードを書くことになっています。スタジオ1の場合はこのようにコードトラックを選択しまして、下に引っ張るだけでいいわけですけれども、ここでオクターブが5という風になっています。この5というのは、スタジオ1の約束ごとで、オクターブ3の領域に入る、いわゆる2つ下がった、領域に入るようになっています。ユージャムの約束ごとで、ベースの場合は、C3 から2オクターブ半の領域に入れることになっていますので、4のあたりの領域に入れようと思います。ですからこれを6というふうにしておくと便利です。後からオクターブを変えてもいいんですが、このようにしまして下に引っ張ります。するとこのように4の領域に和音が入るようになります。先ほども言いましたように、後から変えてもいいというのはこういうことです。こうやって後からオクターブを変えてもいいんですけれども、一発で4の領域に入れようとしたときにはこの部分を6というふうにすると便利です。このように和音を書きますと、これをそのまま再生するとこのようになります。そして今ここがスラップでしたよね。フィンガーでもう一度聞いてみます。じゃあこれで前半はフィンガーで、そして後半はスラップでというような時はどうすればいいでしょうか。どの DAW でもこういうようなやり方ができると思うんですが、スタジオ1の場合はこのボタンをクリックしますと、画面の上の方に VB スラップ、そしてここフィンガーなっていますが、今ここで A というボタンの隣に手のマークをこうやって引っ張ってきます。するとここにオートメーションのラインができました。
このオートメーションのラインを分かりやすく分離させます。テンベローグを展開とすると、オートメーションだけが分かれることになります。これは別にどちらでもいいんですけれども、そしてここがフィンガーという状態になっていますので、ここでこのように点を2つ打ちまして、このようにします。半分より上に行くと、ここがスラップというようになります。こうすると3小節目からがスラップに切り替わるということです。ちょっと聞いていただきましょう。こういうふうに切り替えれます。別に1小節単位じゃなくてもいいですので。こういうような形もできます。このようにコモンフレーズのフィンガーとスラップ。これを切り替えるのは、このようにするということです。そしてこのコモンフレーズの白くなっているところは、音階で言えば1の F ということになります。それではここに1の F というのを書きます。今このように赤くなっていますね。このように1の F を書くわけです。ユージャムの場合、この領域にスタイルフレーズというのがありまして、たくさんのスタイルというのが、このように選択できるようになっています。そのフレーズの中でも、C2 からのオクターブに、また詳細なパターンが入っています。ちょっと試してみましょう。ラッチをまた、クリックします。そして鳴らしてみます。ここを選んでおきます。そして上の方は、このようにイントロとフィルズという風になっています。こういうように、いろんなパターンが12音入っているということになっています。一番右の下だけがストップとなっていまして、音が止まるということになっています。ではここをどのように使えばいいでしょうか。一度この音は消したいと思います。そして鉛筆で、ここから3小節は、ここを弾くようにします。そしてスラップは先ほどやりましたように、C のフラットぐらいがかっこよかったので、ここにこのように描きたいと思います。そうしましたらここで、演奏させるとこのような結果になります。このように、ファのフレーズ3小節とフィルが入ったわけです。じゃあもう一度コモンフレーズを、この間に挟んでみます。このようにやってみますと、はい、ここでフィルが2つきたというふうになりました。ここはフィルのパターンですので、これをもう一つ上の8弦のパターンに変えてみます。このように使えるということになります。ちょっとこの状態で、スタイルをいろいろ変えてみましょう。
かっこいいですね。このように名前のごとく、スラップのフレーズがたくさん入っているということになります。次は前後してしまいましたけれども、ここには音のパターンというのがたくさんあります。ベースの音自体を、ここで切り替えるということになります。ちょっとプリセットを変えてみましたので、聞いてください。はい、このように変わりましたね。後半はスラップというよりも、タッピングしたというような音に変わりました。もう一度聞いていただきます。よく聞いていてください。はい、こうしてサウンドにもプリセットがありまして、変えていけるということになります。もっと詳細に音作りをしていくのであれば、画面下のパラメータを切り替えていくということになります。鳴らしながら切り替えていきます。ここにユージャムの得意なフィニッシャーというのが入っています。とってもたくさんのエフェクターがあるということになります。これをどんどん切り替えていきたいと思います。そしてここにイコライザーやコンプレッサー、こういうものもありますので、うまく使ってください。これもユージャムシリーズすべてに機能があるんですが、マイクロタイミングと言いまして、このようにしてノリを早めにするとか、中めにするとか、ここも2倍速で音を鳴らすとか、そういうことが可能になっています。そしてここにはスイングもあります。ちょっとドラムがあったら分かりにくいので、ドラムをミュートしておきます。スイングを大きめにします。こんな形で、マイクロタイミングも上手に使ってください。ユージャムのベーシストシリーズも、ずいぶん前から全部揃えていましたので、今回は久しぶりに、スラップという音源を使ってみました。ちょっと今までのシリーズと違って、ポップスロックなどに、いいようなかっこいいスラップベースができたと思います。皆さんも一度トライアルバージョンがありまして、30日間無料で使えますので、ぜひともお使いください。
村長スタジオでした。